で冒頭に読み上げた、うん、INTP の彼のお悩み、はい、僕は人間すべてを救うことができない、うん、まず生物学者になりたかったよっていうところで、うんうん、生物を知ったところで意味を見出せないと感じ、うん、そして自己啓発本に出会った16歳、うん、でコメントを見てそこで人が回復するのを見て、あ、私が持っている思考で人を助けよう、そして二十歳になったらその思考を売るっていうことを考えようと思った時に、一人一人相談に乗っていては時間が足りないぞって思って、うん、今17歳、はい、思考を極めるのも多分足りないだろう、うん、私はその何をすればいいのか判断しかねる、うんはい、っていうこの子は僕の中ではなんか、うん、INTP TP ってわかります。 NF っぽいなんかそうなんですよ、はい、みんなのために、うん、で人々をみたいな助けたいみたいな、そうなんですよね、はい、っていうのを、うん、見てですね、うん、いや彼はちょっと自分を、うん、ちょっとなんかまあ頭はいいんでしょうね、まあ論理的に考えることのできる INFP、はい、INFP かどうかわかんないですけど NF 気質の人、はい、みたいな印象はありますよね。もちろん、まあうん、まあ F に関しては私がなんかここの動画では結構なんか、はい、F はフーリッシュの F だとかね、はい、間違ったことを言ってるので、はいはいはい、まあ、誤解する向きはあると思いますが、うん、あの風の谷のやっぱあのナウシカ、はい、ナウシカ多分あれ F タイプですよね。ナウシカ、はい、うん、ああいう F タイプもいます、はいはい、ちゃんと理論的に考え、はい、何をすべきか正しい選択を行える、うんはい、っていうところでもしかしたら彼は違うのかなってちょっと思ったりしました、はいはい、皆さんどう思われます、うん、っていうのが動画になるかなと思いまして、はいはい、ちなみに功利主義は全体のために一部を切り捨てることを構わない印象ですね、はい、ただ分かりますよ言ってることは、もちろん、はい、功利主義、功利主義、うん、はい、みんなが幸せを目指せばいいじゃん、みんなが幸せをトータルでって話ですよね、功利主義って、はい、みんなが幸せを目指そうというよりは総数なのかな、はい、はい、だから一人だけ飛び抜けてればそれはそれでありって話になりますよね。だから功利主義の問題点って、はい、確かこうあれですよね、5人人がいたとして、はい、なんかこの人腎臓が悪い、この人心臓が悪い、この人何か悪いって言って、はい、この人1人殺せば4人救えるよねっていう選択ができてしまうっていう、まあまあはい、はい、なんでまあ全ての思想に、はい、あのそういう西洋思想はね、はい、まあ、カウンターカウンターで論破されていくので、はいはい、結局はあの空とかね、はい、東洋思想になっていくんですけど、うん、でもまあこっちを好むって話ですよね。あ、そうですね、はいはい、みんな助けたいってなんかそう NF っぽいんですよね、はい、そうなんですよ。 MBTI は感覚と思考がごっちゃになる、うん、あ、そうなんですよね、うん、何のためにがちょっと見えなくなってくるんですよ。考えれば考えるほど考えてて、うん、俺思考ないんだよなって、うん、なぜならこうやって考えていくじゃないですか、はい、あれ思考じゃんこれあ、はい、でまあ、もちろんこの僕を見て、うん、いや二等兵さんは、うん、ISTJ だよって、うん、私の友達の ISTJ とそっくりだっていう人がいらっしゃって、はいはい、二等兵 T 型説もいろいろいただいてます、うん、はい、わかんないっす、はい、で僕は考えるのがめんどくさいので、うん、こんなタイプなんてないんだってってやっちゃう癖があるんですけど、はいはい、INTP は理想家だが実行力に欠ける傾向があると、うん、そうでこう先ほどのなんかみんなを助けたいは、はいはい、功利主義的ではないんですよね。みんなで助かりたいんですもんね。みんなできるだけ多くの人を助けたいみたいな感じですよね。そういうことですよね、はい、さっきの、うん、あの発言だけを取ると、はいはい、NF 的な考え方してたけど無理だと思って卒業したら気が楽になった、うん、あ、まあ、ちょっと気持ちが分かるのは僕もあのエニアグラムではタイプ6とかタイプ3、まあ、タイプ6だと自分ではちょっと思ってるんですけど、はい、何が楽だったかって、うん、悩みはなくならないよって、はい、お釈迦様も言うんですよ、はいはい、って言われると、うん、ちょっと楽なんですよね。あ、悩んでてもいいんだって、あ、そう悩んでてもいいんだっていうのと、うん、この今ある悩みっていうのは、うん、
消そうと頑張るじゃないですか。はい、うん、あそう消さなくてもいいじゃんとか、うん、で悩みを消しても多分また次の悩みが来るんですよね。はい、分かってる、うん、解決しても次に悩みがあるよっていうのが分かってれば、はい、うん、ちょっと楽なんですよ、うんうん、っていう感覚ですよね多分。あ、桑原さん、救われるという基準は何でしょうね、勝手に宗教でも作ってればって思いますが、っていう言葉に多分彼は傷つくんですよ。傷つくとすると NF っぽいですよね。彼っていうか、ごめんなさい、これはさっきの悩みの2つ目の ENFJ の彼のことを指したかもしれない。はい、要は黒板を消してて、うん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 、あどっちのいい人って言われると思ったら、はい、偽善者って言われた、うん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 、でこれも救われるで、まあ歌詞は言うんですよね、うん、あなたがやりたいことを私に言わないでと、うん、あなたのやり方を私に押し付けないでみたいな、うんうん、っていうところですよね多分この桑原さんがおっしゃってるのは、うん、さくらさん、悩みはなくならない、悩みはなくならないは人間の本質ですよねと、ブッダだと。そうですね、うん、まあ、悩みは自分で作ってますからね。もう本当それなんですよ、はい、例えば細部にこだわるは S 要素、T 要素どっちも取れるんじゃないかって思ってしまう。 MBTI 初心者なのでもっと勉強しますと、うん、ただごめんなさい、今話をしているのはカーシー博士です、まあ、さっきのあるじゃないですか、ね、MBTI だと迷ってしまうみたいな、はい、感覚と T。 ああなるほどなるほど、うん、多くを助けると儲かるとかの話ではないんですよね。助けたいですからね、自分の思考が金になるではないですからね。そうですね、自分の思考が金になるかもしれないだったら NT かもしれない、はい、17歳男子です、はい、で僕が今この動画をやってるのは、うん、どっちかというと金になるなんですよ、はい、あ金になるといいなと思ってやってるんですよ、うんうんうん、100万は遠いですね、100万、はい、100万人は、うん、でもそんな感じでもないんですよね、思考を売れば助けられるっていうのが、うん、NT 的なのかな、ちょっと匂いは違いますよね、ニュアンスは。思考を売れば金になるは NT か、 NT っぽいですけど、うん、彼の文面文体助けたいじゃないですか。そう、助けたいが先だと思います、はい、助けたいって言ってるんで、儲けたいじゃなくて、はい、はい、てか俺の考えは金になるとは言ってないんですよ、はいはい、っていうこの辺がね、うん、なんで彼がもしか見てれば、うん、君はもしかしたら理想主義者かもしれないよと、うんうんうん、TE っぽいから INTP っぽくないですね、うん、まあ、この多分 TE っていうのがこれ多分マイヤーズ的なんですよね、うん、マイヤーズ的ですね。なので、このカーシーとはちょっと相入れないところかもしれません、はいはい、ないって言ってますもんね、ないとは言ってないけど分からない、そんなのはみたいなスタンスですもんね。でカーシーが言ってるのはこの4つの檻と檻だと、はいはい、人間は道具と言葉で進化してきたと、はいはい、INTP は他人と協力するのが苦手なので、まず他人との関わりをどうするかを考えた方が良さそうですと、うん、で隊長と私は、はい、また、まあ、僕はでいいんですけど、はい、いや僕は君は NF じゃないって、はい、INFP とか INFJ とかね、はいはいはい、理想があって、うん、協力したいっていうのがあって、うんうん、っていうとこじゃないって、多くの人を助けたい、多くの人を助けたい、はい、っていうのを思ってます。あ、さくらさん、思春期の頃はまだタイプも定まらないというか安定してないかもしれないです。あ、っていうのもあって、うん、エニアグラムのリソさんの本では確かね20歳以上みたいなことがちょっと、うん、リソさん、まあ、多分揺れ動くんでしょうね、きっと考え方とかこうじゃないああじゃない、はい、だと思います、はい、かし、あのリソさんだったかなんかで、うん、その自分っていうのが定まってくるのが、うん、そのまあ18、19、うん、まあ、まあ、本当成人してから、まあ、思春期で反抗期だったりみたいな、そういうのもあったりしそうですもんね、はい、で何かがあって自分を探しに行くところから従業図では自分が始まるんですけど、はいはい、っていうところでございますと、はい、あ、なるほど、ニエチさんがね、 MBTI も対象年齢は18からだと、うん、やっぱりこの、そうですよね、まあ分かんないじゃないですか、自分がこれだっていうのが、うん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 、っていうと人
間みんな分かんないんだろうって僕は思ってるんですけど、自分はこれだなんて。だんだん分かってくるみたいなところじゃないですか。僕の中ではだんだん分かってくるというか、はい、まあ、だんだん、まあ、これでいいやになっていくのかなと思ってるんですよ。まあ、その感覚が僕には分かんないですけど。どうぞ。いや、どうぞどうぞって言われても困るんですね。はい、要はなんかなりたい自分があって、うん、今の自分があって、うん、でも今の自分を納得させたいけど、納得させたいとかがない。あ、納得させたいのが NF っぽい。あ、ごめんなさい、これはね、もう、あ、じゃあって話じゃないですか。僕ワールドかもしれません、はいはい、何者かになりたいで自己達成、カーシー博士は言ってます、はいはい、自己実現、こういう考え方をするのは NF だと。はい、はい、そうなん、みんな考えないんだ。なん考えないですよ。僕は考えないです、少なくとも。だから従業図がすごいよくわかるのは、はい、従業図で言うのは、まあ、従業図っていうのは、うん、禅の教えで、はい、自己実現の例えですと、うん、で十の姿があって、うん、自分ってなんだ、はい、で自分を探しに行くところから始まるんですけども、うん、その自分を探しに行ってる自分っていうのは、はい、自分じゃないんですよ、はい、で何かをやっていくときに尻尾が見つかって、はい、その尻尾を捕まえ、うん、引っ張り出したそれが本当の自分だっていうんですね、はい、でそれにだんだん同化し、うん、その同化したことも忘れ、うん、周りに手を差し伸べるっていうのが自己実現だ、はい、みたいな姿なんですけど、うん、はい、これ僕の中の解釈だと、うん、まあ、今の自分があって、なんかまあ歩いてますよね、はい、前に向いて歩いてますと、うん、でなんとなく行きたい道に進んでるんだなってもう思い込ませてるんですね、はい、うん、で多分死ぬ時に、はい、俺は幸せだったって言うんですよ、はい、自己実現したって言うんだろうなと思ってるんですけど、はい、これって、うん、さっき言った言葉になるんだなと思ってるんですよ。さっき言った、はい、な、僕なんて言いましたっけ、自己実現のやつを、うん、なりたい、なりたい自分があって、はい、今の自分があってみたいな話ですか。はい、はい、それです、はい、でここになっていく話、はい、そう思いたい、違ったかな、で近っていう話を今したつもりです、はい、僕は、はいはいはい、なんて言ったか忘れちゃいましたけど、はい、でもそういう感覚はないないです。もうこれ今の自分、自分じゃん、自分ですよ、なりたい自分、なりたい自分が分かんないですもんね。ちょっと欠けた自分ですよ。欠けてないですよ。欠けてますよ。欠けてるのも自分じゃないですか。あなたは完璧ですか。あ、完璧とかじゃなくて、これがありのままがこれ自分じゃないですか。本当の自分って、今の自分は偽物ですかって話ですよね。本当の、そう、この本当の自分論争はね、はいはい、これ答えは出ないんですよ、はい、でも僕はそれでいいと思ってます。これは答えが出ないんですけど、リレーだと思ってます。その感覚が僕にはもうこれが本当の自分じゃんって本当っていう感覚、そう、はい、理想の自分があるわけじゃないっていう、あるなら進んだらいいだけの話、ね、あると言うよ、ガンダーラ、ガンダーラはいあると言うよ、はい、っていう、はい、っていう、そのなんかそこに向かう意味がわからないっていうか、っていう NF 的思考です、はい、思想ですよ、はい、はい。